よし、メイクしていくよ。鏡やほ、ね、目痛くてさ、ずっと目の中にまつげ入ってる気がするな。やほ、ちょっと変なの来ましたね。ちょっと待ってね。よみんなはお仕事中ですか？今日まで休み。はじめまして、ありがとうございます、来てくれて。オンライン授業中？仕事中、お休み。お休みの方もいらっしゃるのね。やっほー。メイクをする前にスキンケアをしてます。村上、ワクチンの副反応で寝込んでます。だってやばー、やだね、副反応。今日も頑張るぞと。何ですか？何ですか？ほんと目の中に入ってんだよな。今日何時までやんの？わからん。わからん。おはようございます。英語の授業中ですけど全く理解できません。大丈夫、私も分かんないから。
なご飯食べた？まだ食べてないか。さっき食べて、私はくしゃみ出る。では注意されないの？みんな何食べるの？お昼。アイスクリーム欲しかった。ちょっと待って。もう鼻かみすぎてさ。鼻の周りカッサカサなの、やばいよね。ペヤング吉野家ラーメンマック、バラが届いた。ありがとう。なんとかで、なんですか、麻婆麺。ちょっと私あれ取ってくる、保湿クリーム。よいしょ、ただいま。これがね、お気に入り。今昨日のレシピを参考にして醤油じゃない餃子にチャレンジしてみます。だってマジ、どうぞどうぞ作ってみてください。餃子 OK。メイクしていくよ。それはっきりとしなくてもいいからな。ちょっと待って、そんなのこれとこれを塗りたいっすね。最近まつげ美容液サボってるんです。だからちょっと今塗ります。私は羽根付き餃子作らないですね。羽根付き餃子じゃない、餅肌に見えるんだよ。食費節約するの一番大事なことって何ですか？余計なものを買わない。マジただそれだけだと思う。何か作るものとかさの材料だけ買うみたいな感じ。たまに余計なもん買ってるけど意味ない。仕事サボり中です。だってイエーイ、サボっちまおうぜ。アイスは必要、食べた。なんならほんと目が痛いんだよな。何なんだろう。目は痛い。
ないし花粉症は収まんないし最悪だ。年取りましたっておめでとう。年取りましたおもろいな。あマジで目ゴロゴロする。何なんだろう。バターアイスね、バターアイス美味しいのかな。私さバターをそのまま食べること苦手だからさ、美味しいのかな。カロリー絶対高いじゃんね。美味しいの？バター感強め？マジ？ガーリックバターライスが好きです。美味しいよね。美味しいけど口臭ってなるよね。男性ってさあれな、ニンニク好きなの？1万ナス生活をたたえわかる。でもな、食べないかな、かじるバターアイスは。嫌いではないけどあんまり好きじゃない。あ、好きじゃない人もいるんだ。なんかうちのお父さんもさ好きだからさ、みんなニンニク好きなのかと思った。私シマウマ食べたいシマウマバーバーさどこに行ってもないんだけど。もう鼻の乾燥がやばい。まず目痛いんだよな。もう売ってないの？シマウマウマ？私一回も出会ったことないよ。え？一回も出会ったことないし一回も食べてない。シマウマウマバ食べたかった。悲しい。悲しい。
いいな食べた人。うらやましい。食べたい。一回しか会えなかったって。シマウマウマバパリパリバーじゃなくてシマウマウマバーです。パリパリバーも美味しいよね。ね、みんな何のアイスが好きですか？チョコミント、チョコミントの白クマチョコモナカジャンプ美味しいよね。パリって美味しい。あのさ、バニラアイスとチョコのやつって絶対美味しいよ。ハズレ、それでハズレは絶対ない。抹茶アイス、抹茶もな好きじゃないんだよな私。ホームランバー美味しい。ホームランバー美味しい。それはもうね、当たりです。ホームランバー美味しいよね。昔よく食べてたなホームランバー。あのさ、一本売りのやつとかあったよね。北海道練乳のいちご氷バー、雪見大福、あずきバー、あずきバーあずきバーお父さんが大好き。あずきバー、あずきバーも食べないな私。だからなんかお子ちゃま、お子ちゃまが食べるようなやつですね。食べるとしたらチョコとかさ。ビバオール知らん。あずきバーはね食べないですね。一回も食べたことない。なんなら
ニガリ君は食べたりするよ。どうしよう、ちょっとだけ粉振っとこうかな。明日ピメナスです。え、そうだよね、明日ピメナスだよね。ピメナスです。ピメナス来るよって方いる？え、めっちゃ久々すぎる。どうしよう、怖い。昼公演、夜公演。お、夜。お、え、あ、だ、あ、なんで私チークブラシ持ってんだよ。チークじゃねえよ、シェーディングだよ、バカタレ。お前は後だ。あ、でもいる、よかったよかった。青木振ってね。明日は祝日です。みんなワクチン接種してるじゃん。聞いたの、2回目ってどんな感じなのって。熱出てる子もいれば出てない子もいるしさ。熱っていうか微熱。みんなどんな感じ、ワクチン。出る人と出ない人いるんだね。ふと思ったんだけど、私山ここと公園やりたい。熱出ましたって、やば。山ここと公園やりたいな。すごい思う、山ここはやっぱパフォーマンスがすごいから。いい刺激ももらえそうじゃん。今日うまく眉毛描けないな。ユニットシャッフル？え？ユニットシャッフルはしないと思うけど、山ここ。山ここやりたい。コンセプトがちゃんとしてて面白い。
腹、今ここかな。でも私あれ踊れる体力ないよ絶対。あれはマジですごいよね。ね、今ここ10月11日って普通の平日。そうです。あ、ただの情報でしたって、ありがとう。鼻をかいてます。ヤッホー。ヤッホーヤッホー。鼻筋をいきます。これでぼかす。10月は祝日がなくて悲しい。祝日ないんだ10月って。感じですかね、鼻筋。オッケー。涙袋を書いて。アイシャドウは軽くでいいです。アイシャドウベースで。10月って誕生日メンバー多いよね、確かね。10月、11月。そう、9月はでもお父さんとお姉ちゃんが誕生日なんで、ちょっと今日眉毛行方不明ですね。こんばんは。
アイシャドウどうしようかな。いっか。BCE で。じゃん。本当にナチュラル。ナチュラルカラーです。この色お気に入りなんだよね。オッケー。で、涙袋。いいじゃん、いいじゃん。で、ピューラー、ちょっとマツパがもう取れてきてて、ほんと目がゴロゴロするんだよな。授業終わりましたって。お疲れ。理解できたかい？授業なんて何年前の話だよって思ったけどさ、教習所で授業してたわ。こんだけ上がらないのがある。あ、理解できなかったね。ちょっとチークなっちゃおう。やっほやっほ。いいんじゃない？こんにちは。ホットビール温まったかな。いつになったらこの部屋は片付くんだろう。早く模様替え終わらせたい。寝てる。
目がゴロゴロする。ハロー。下まつげが、下まつげがね、寝てるんです。寝てるって言うと方向が変な方向行ってるから目の中入るんですよね、私の下まつげ。まつげ、まつげでもそんなに長くないんじゃない？短くなった気がする。もう10月になるのにセミが鳴いてる。だって頑張ってるんだよセミ。だってセミの底力見せてるんだよ。でもさ、わかる、10月になるのにまだ半袖着てたりするよ。オッケー、一気に冷えそうじゃない？わかるー、わかるー、めっちゃわかるー。よし、ちょっとコームで整えたら完成です。メイク、あぐらが痛い。ヘップリーも、ヘップリーは本当に嫌だ。オッケー。ヘップリってここ以外で聞いたことない。だってマジヘップリって言わないの？なんて言うの？みんなのところできた。朝晩が少し、あ、わかるかも。朝晩はちょっと寒いよね。カメムシ？ヘプリって言わない？ヘプリって言いません？言わないのかな？変な天気。ヒッコキムシっていうの？そう、カメムシのことをヘプリって言います。ヒッコキムシは初めてだな。
フェフドリって言うけど。前髪やるよ。そう変なんです。よいしょ。髪の分け目はさ迷子こことなんかパックリ割れちゃってる。カメムシの匂いやばいですよねって。カメムシの匂いをちゃんと嗅いだことがない。嗅ぐ機会なくない？うん。肉じゃが食べたい。食べて。肉じゃが食べたい。アイロン。よいしょ。よいしょ。仕事戻りますって。バイバーイ。明日微妙なそうですよ皆さん。あれ？信じられない。明日ペメナソだよ。シチューとミネストローネってみんなどっちが好き？シチュー。へえ。ミネストローネ苦手？なんで？トマトだから？待って。あ。薬飲むかな。何がやばい。なんでミネストローネ食べれないの？体調？ちゃうちゃう。これはあれ。感傷だから全然大丈夫。体調どうこうじゃなくて、ただの感傷なんです。秋の方がひどいんですよ私。春より。シチューにご飯、シチューをご飯にかける派？いや、かけない派です。かけない。でもなんかシチューとかおでんとかはご飯のおかずにならないから、お父さんあんまり好まないんです。でも全然食べるんだけどさ。
父さんはシチューにご飯かける派。で、前髪薄くなった。今前髪を薄くしよう計画を立ててて、コーンを入れる入れないの話。え、シチューにコーンは絶対入れるよ。絶対でしょ。シチューにコーン絶対入れるよ。姉ちゃん嫌いだけど私が絶対入れるって言ってる。なんで？シチューなんて、いや、シチュー作ろうと思って。なんなら、いいんじゃない？伸びたね。絶対シチューにコーン入れた方がいいよ。マジで美味しいから、おすすめする。リップの色変えようかな。オッケー、完成。ちょっと薬飲もう。花粉症の薬を飲みます。あれ、私ここに入れてなかったっけ？これ飲んじゃった。あ、これ、これがいいんです。でね、これ一つ全部やっちゃうともう乾いて、口の中乾いてしょうがないから。半分。シート状なんですよ。これ。ああ、まずい。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 クリームシチューとビーフシチューどっち派？クリームシチュー。どんな味するの？え、これを食レポしようと。まずい他に何もない。まずいです。薬ってまずい方が効く感じしない？あ、それはわかる。でも私粒状の方が好き。薬ってさ、口の中に残らない？口の中にさ、残る感じが無理なんだよね、私。だから絶対、うん、粒派。
こんにちは。こんにちは。オブラートって何？オブラートに包んでってどういうこと？薄いビニールみたいです。へえ。使ったことない。体調が悪くなればどんな薬でも飲みますけど、わかる。それな。あれ？アンパンマングミのやつ？アンパンマングミのやつですか？アンパンマングミ懐かしい。ボンターメン、わかる。あった。なんか必死にこう向こうとしたけど食べれるやつだったっていう。そう、あー、まあ、そういうのにね、包んじゃえばね。髪の毛伸びたな。切りたい。チェ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 。カンガルー。アーモンドクロワッサンからカンガルーだよね。アーモンドクロワッサン計画って意外とね、あれ疲れるのよ。飛んでるから。私は仲間が初めてピンメの住みに行くの楽しみにしてる。そうなの？そうなの？嬉しい。来てくれるのありがとう。夜公演入りますだって。楽しみにしてます。ハートありがとうございます。遠征はときめっせまで我慢してますだって。マジ？ヤッホー、ヤッホー。ちょっと昨日日用品をさ、日用品っていうのはゴミ袋とかさ買ったんですよ。あー、どう？お薬。あー、お薬思い出した。お薬飲まなきゃ。仕事再開やって頑張って。仕事終わってやってみに来れたって。やっほー。これ持ってこ。あといいか。
拭きシートどこあったっけかな。持ってこ。こんにちは。2回目で熱があんま出ないのはやはりジジイだからか。え、なんかさ、熱で出るのは若い証拠なの？人による。どうなんだろうね、若い子はあれなんですかね。免疫力が強い人ほど副反応強いみたい。若いってこと。そしたら免疫力若いから免疫力が強いってことでしょ。じゃあ熱出た方がいいじゃん。そしたらって体が若いってことでしょ。でも分かんない、私体もうおばさんかもしれない。代謝は活発的な証拠なのもあるし、熱出ると。代謝が良かったら熱出るの？絶対あれじゃん。代謝がいいってことは体も若いってことでしょ。いや、熱が出てもどうや、絶対どうやる。私体若かったって言って絶対出たらどうやると思う。夏に冬の寒さを感じるくらい熱が出たって、やば。やばー、マジ。解熱剤。確かに。普通に私解熱剤あった気がする。なんか痛み止め。痛み止めって解熱剤にもなるよね。あれ。なんか病院の時、病院でなんかもらったんですよ、皮膚科の。皮膚科のはダメかな、確かあった気がする。ロキソニン、私前何見せたっけ、前何だったっけ、見せたの。薬箱どこやった、私待って、薬箱行方不明
とあった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 イブイブですイブイブでした。でもね病院でもらったこれだ。これが残ってるんだよね。カロナール。え、解熱剤。ええ、これ解熱剤じゃない？解熱剤持ってましたしかも病院のやつ。ちょっとこれ見える？え、これ持って、これがあればいいんですよね。え、私ちょっといてよかった。これいつのちなみにこれいつのですかね。薬って賞味期限あります？これ何の時にもらったんだっけ。なんか俺でも皮膚科なんだよ。皮膚科でもらったのは絶対そうなの。あ、皮膚科じゃない、思い出した、あれだよ、あのあれあれ、ねだから去年の12月去年の12月はさすがにやばい、取っといてあるんだけど、なんか手指骨炎なった時があって、ピメナス公園前にそれで行ったんですよ。そう、それで痛み止め、痛い時に飲んでくださいって言われたやつで、多分ねそんなに飲まなかったんだよな良かった良かった、これ持って帰ろう持ち歩こう。ちょっと持ち歩こう。え、これ熱出てるメンバーいたらこれ渡せばいいんでしょ。かっこいいめっちゃ便利じゃん。胃薬一緒にもらわなかった？胃薬はもらってない気がする。胃薬はもらってないと思う。お薬手帳見たらわかる。お薬手帳なんてさ、新潟来てから作ったよマジで。どこだ。あ、これだ。うん、痛み止めですね、もらったのは。うん、カロナールしかもらってないです。500だと強いの？そうなの？じゃあ半分に割って飲めばいい？
ってもすぐなくすお薬入れちゃう。なんか痛い時に飲んでくださいって言われたからあんま飲まなかったんだよ。そう、炎症を止める薬と熱を下げる薬って基本的に同じ。そうなんだ。へえ。うん。1回2錠だって。1回2錠？え？1個でいい？1回2錠はさすがに。カロナール錠500、1回2錠って書いてあるよ。1日3回まで。え？え？そんなに飲むことある？え？1回以上でかくね？マジ？両方持った方がいい？分かった。しょうがない。分かった。これ書いてあるじゃん。令和2年今年3年だもんね。12月15日、12月15日に病院行ったみたいです。はい。私解熱剤持ってるじゃん。最強。ね。12月の観覧。この間お薬手帳作りますかって聞かれてポイントカードの感覚で思わず大丈夫ですって言ってしまった。あら。薬手帳めっちゃ役立ってんだよね。なんかさ、最初初めて新潟で病院行った時、お薬手帳持ってますかって言われて、で作りますかって言われたけど、へーって思っていいのかなとか思ったけど作ってもらったの。もうそっからもうずっとお世話になってる。初めて病院に行った日、もう分かるよこれ。新潟で、お薬手帳忘れることもあったよ。忘れることもあったけど、でも9ページも使ってるんだもん。すごいよね。結構行ってるわ。新潟に来てから病院行くこと増えたな。アセトアミノフェンとして1回300から1000ミリグラム。やばい。
と病院行ってる。もう途中から行くのめんどくさくなって行ってないからね。1回300から 1000g の経口なんだ飲んでくださいってこと。いつから言ってないんだろう。1ヶ月後に来てくださいねって言われて、もうそっからめんどくさくなって言ってないよね。R1 ってレーバー1年令和元年、令和元年って何年？2年前。2年前って、あ、うん、2021年だから2019年。あ、でもそうか、足のさあれあったじゃん、いつまで通ってたんだろうって思ったら、結構行ってましたね病院。1錠飲んで飲んでみて効かなかったら2錠飲むあり。ありだと思います。充電したかったのに、なんで充電してないんだろう、私バカじゃん。そう、なんだっけ、皮膚炎みたいな、なんか光なんちゃらなんちゃらなんちゃらってやつになっちゃった。そう、事後報告して怒られたやつですか。そうです、そうです。なんかめっちゃ痛くなって病院行って、私大体事後報告なんですよ。そう、あの手指骨炎もそうなんですけど。したらね、あのちゃんと言ってくださいって言われた。すいませんって。私寝たら治るって思ってる人だから、そう。寝たら治るって思ってる人だから大丈夫だろうって思っちゃうの。2、3日経ったら治るだろうとか。ダメでした。人間はね、大抵はね、そんな大丈夫なんですよ。寝たら治るって思うから、マジで。人間の生命力はもう舐めちゃいけません。そう、治んなかったら、2、3日経って治んなかったら病院行こうってなるから。そう、懐かしい、よかった、跡が綺麗に消えて。でもほんとそっからもう湿布がダメだっていうことに気づいた。でもなんか湿布がダメって前全然大丈夫だったんだよね。私あのなんだっけ、軽音部でベースやってたから、あのなんだ、手首が痛くなることがあったの。
練習しててさ、だから湿布とか全然貼ってたんですけど、その時全然それ被れなかったんだよね。だから本当に新潟来てなんか湿布使ったらなんか被れたりしてるから、なんだろうね、痛いの3日ぐらい放置してたら実は折れてました。やばやば、体質変わったんかな、なんだろうね、謎ですね、謎です、謎です。明日ピメナソか、でも私骨折ったりとか、あとなんだ捻挫とか一回もしたことないの、超健康じゃない、骨頑丈骨頑丈です私、すごいよね。捻挫もない、月指あったかな、軽くとかはあったけど全然ない。健康的ですはい、51分、歯磨きたいんだよね、なんかわかんないけど、ダンスしてて怪我しないの、しなかった、一回もしなかった、擦り傷？あんまないかな。でもあるかな、どうだろう。ね、なんか上に向けすぎてちょっと体幹はしっかりしてる方、どうなんだろう、足首とか柔らかいのかな、多分ね、なんか足首が柔らかいっていうか、なんかなんだろう、左右対称じゃないのは整骨院の人に言われた、まあ、足首グラグラですみたいなそう、 こっちの足はここまでしか行かないのに、こっちの足ここまで行くんですよみたいな言われた、そう、仕事行ってきます、頑張って、今は54分、あと6分ぐらいで終わりにしますね。
様が昔から健康に気を使った食事作ってくれたのかな、なのかね。うん、明日ピメナソが楽しみだって。いやー頑張るよ本当に。本当に久々、いつぶりですかピメナソって。いつ以来ピメナソって、ちょっとカレンダーに書いてないかな私。6月の、6月ってピメナスやってるよね。あれやってないっけ。え、5月もしかして。5月26ですか。え、6月16。6月。マジ6月13。え、まさかさ、ハルカムラとピメナソでした。ハルカムラとピメナソか、そうだ。もうまるまる3ヶ月以上経ってるんだ。3ヶ月以上ぶりです。やば、そら忘れるわな。そうだ、昼夜でユニット変わったんだこれ。だっけ。すごい懐かしい。マルチはもうやんないから大丈夫だよ、みんな安心してね。なんでクマ飛んできたの。ありがとうございます。なんでですか。しかもなんかあんまりお名前見ない方ですね。ではクマ投げて帰るってなんかすごいかっこいい、なんですか。ありがとうございます。はい、マルチやらないんで。マルチやらないから安心して。こんにちは。やばい、ちょっと待って、58分男女読みます。13位なりひたさん、13位なりひたさん、12位タッチンさん、12位タッチンさん、11位ペンギンさん、11位ペンギンさん、10位ナチュラルさん、10位ナチュラルさん、9位ノアパパさん、9位ノアパパさん、8位プリンモードさん、8位プリンモードさん、7位スカッシュさん、7位スカッシュさん、言えない、スカッシュさん、6位ゼータンさん、6位ゼータンさん、5位パンダの帝王さん、5位パンダの帝王さん、4位ハブトゥーセーブさん、4位ハブトゥーセーブさん、3位マイクさん、3位マイクさん、2位ラーマさん、2位ラーマさん、1位カブさん、1位カブさん、ありがとうございます。なんかさ、あんまり見ない名前の方がさ来てくださってて嬉しいな今日。ありがとう。お昼だから来れたのかな。ね、ということでそろそろねお時間になるので終わりにしたいと思います。午後からお仕事頑張ってください。またね、明日はピメナソです。ぜひ DMM とかで見ていただけたら嬉しいです。はい、ではでは。ありがとうございました。また会いましょう、ルーム。バイバイ。
またね、バイバーイ。